カップスブラウザ設定ツールカップスとはユニックス系オペレーティングシステム用のモジュール化された印刷システムである。カップスは MacOS や Windows の印刷機構に遅れをとっていたユニックス KOS に強力な印刷機能をもたらすことになった。カップスではユニックス KOS でプリンターの形式型ごとに独自に書き上げねばならなかったデバイスドライバの作成が極めて容易になり、 過去にユニックス KOS が対応していた特殊なラインプリンターとポストスクリプトプリンターのみならず、マッキントッシュ、Windows 向けに市販されているプリンターのほぼすべてがユニックス KOS 上から利用できるようになるとされている。CAPS を運用しているコンピュータは、クライアントのコンピュータから印刷ジョブを受け取るサーバーとなり、それらのジョブを処理して適切なプリンターへと送る。 また、その際には、HTTP のベーシック認証及び、ダイジェスト認証、ローカル認証、1 2 8ビット TLS、SSL 暗号化などを用いることもできる。CAPS は、ユニックスの印刷、スプーラとスケジューラー、フィルタシステム、及びバックエンドステムからなる。このうち、フィルタシステムは印刷データをプリンターが理解可能な形式へ変換することを受け持ち。 バックエンドシステムはそのデータをプリンターへと送ることを受け持つ。CUPS は印刷ジョブと Q を取り扱う基盤として IP を用いている。また CUPS はユニックスで伝統的なシステム V 形式と BSD 形式のコマンドラインインターフェースもサポートしており、さらに SMB プロトコルも部分的にサポートしている。CUPS が提供するデバイスドライバは アドビの PPD 形式のテキストファイルを用いて設定が可能である。CUPS を設定するため、CUPS 自身は Web を用いた組み込みのインターフェースを有している。また多くのユーザーインターフェースが様々なプラットフォームに対して用意されており、ESP プリントプロといった商用パッケージだけでなく、CUPS、GTKLP、クト c u p s XPP などのオープンソースライセンスで開発されている GUI がいくつも存在する。CUPS は MacOS 版のみプロプライエタリライセンス、その他の OS 向けには Apache ライセンスの下で配布されている。以前は GNU General Public License と GNU Lesser General Public License バージョン2で配布されていた。CUPS はまず、 Easy ソフトウェアプロダクツのマイケル・スイートとアンドルー、ゼンフトによって1999年の秋に作成された。最初のリリース版が公開されるまでのアルファ版とベータ版に2年間を要している。初期には LPD を用いる要開発努力が傾けられたが、時としてプリンターとの相性が悪いために一部も代替としてサポートされた。カップスはすぐさま。 レッドハットリナックスなどいくつかのリナックスディストリビューションで標準の印刷システムとして採用された。アップルコンピューターは MacOS X V10.2 のデフォルトの印刷システムとして2002年3月に CUPS を採用している。2007年2月に Apple は主たる開発者であるマイケル・スイートを雇用し CUPS のソースコードを取得している。CUPS は当初 コモンユニックスプリンティングシステムと呼ばれていたが、ユニックス商標の法的な懸念から CUPS1.4 より CUPS と短縮されるようになった。CUPS は標準的な方法で印刷ジョブをプリンターに送ることを可能とする機構を与えるものである。印刷データはまずスケジューラーへと送られ、スケジューラーはジョブをプリンターが理解できる形式へと変換するためフィルタシステムに送る。 さらにフィルタシステムはデータをデバイスやネットワークへと送るための特殊なフィルタであるバックエンドへと受け渡す。CAPS のシステムはデータをプリンターが理解できるコトバイと変換するのにポストスクリプトとラスタグラフィックスをフルに活用している。CAPS の最大の利点はそれが印刷サーバー上で様々なデータ様式を処理できる標準的でモジュール化された印刷システムであることである。 カップス以前には、それぞれ独自の言語と形式を用いていた、様々な市場のプリンターに対応している、標準的なプリンターの処理システムは見当たらなかった。例えば、システム V とバークレーの印刷システムは、互いの互換性がほとんどなく、しかも、プログラムのデータ形式からプリンターが理解できる、形式へと変換するための複雑なスクリプトと、キューバしのぎの手段等を用意する必要があった。 さらにこれらはしばしばプリンターへと送られているファイル形式を検出する手段を持たないためにデータ列を正しく自動的に変換することができなかった。また中心となるサーバー上ではなく各ワークステーション上でデータの変換を行っていた。カップスではプリンターまたサーバー上で処理がなされることによって他のユニックスの印刷システムで行われていたことと比べネットワークを 解する印刷も非常に容易なものとなる。一つの利点はサンバを用いるときで、プリンターはリモートの Windows コンピュータで用いられ、しかも一般的な PostScript ススドライバをネットワークを解する印刷に用いることができる。CAPS ス,スケジューラーは IP もしくは LPD プロトコルのどちらかを用いることができる。スケジューラーは HTTP1.1 のリクエストを解釈し、 印刷ジョブの管理、サーバの設定、およびカップス自体の説明資料のためにウェブを用いたインターフェースを提供している。スケジューラーは IP と HTTP のどのメッセージがシステムに受け渡せるかを制御するための承認モジュールを有している。IP、HTTP パケットは一旦承認されるとやってくる接続を監視しそれを処理している。クライアントモジュールに送られる。 クライアントモジュールはまた必要に応じてウェブ基盤のプリンター、クラス、ジョブの実行状況のモニタと管理をサポートするための外部 CGI プログラムの実行を受け持っている。クライアントモジュールがリクエストを処理すると次にデータはさらなる処理のために一部モジュールへと送られる。このモジュールはクライアントが HTTP サーバー上のアクセス制限、または 認証を回避することを防ぐために URI の検証を行う。スケジューラではプリンターがクラスを持つことを認めている。これは複数のプリンターをグループ化する一つの方法であり、ジョブをあるクラスへと送るような用い方を可能としている。すなわち、スケジューラはクラス内で最初に利用できるプリンターを選び出してジョブをそのプリンターへと送る。ジョブモジュールは 最終的な変換と印刷のために印刷ジョブをフィルタやバックエンドの処理へと送ることで印刷ジョブを管理する。またそれらフィルタやバックエンドからのステータスメッセージも監視している。スケジューラのコンフィギュレーションモジュールは CAPS のデータ構造を初期化するとともに設定ファイルを解析し CAPS プ,プログラムをスタートさせる。コンフィギュレーションモジュールは設定ファイルを処理している間は カップスサービスを停止させ、処理が完了すると、サービスを再開させる。ログモジュールは、アクセス、エラー、ログファイル操作のスケジューラの事象のログを取り扱い、一方、メインモジュールは、タイムアウトと、クライアントからの接続に対する i、オーリクエストの喪失を受け持ち、またシグナルを監視し、必要に応じサーバの設定ファイルの再読み込み、さらにコプロセスのエラーと終了を取り扱う。 スケジューラーで用いられている、その他のモジュールには、印刷デバイスが理解できる形式に印刷データを変換するときのフィルター処理に用いられる MIME があったと、変換データベースを取り扱う MIME モジュール、PPD ファイルのリストを扱う PPD モジュール、システムで利用可能なデバイスのリストを扱うデバイスモジュール、CAPS 内のプリンターと PPD を扱うプリンターモジュールがある。 カップスの大きな利点の一つは、様々なデータ形式を印刷サーバ上で処理できるということである。印刷ジョブは一連のフィルターを介して、プリンターの最終的な言語、形式へと変換される。このデータ形式と変換方法は、MIME 型を利用して抽象化されている。CAPS は、MIME、TIPS と MIME、CANBUS の二つの MIME データのファイルを使用する。 MIME, TIPS は CAPS がファイルの MIME 型を決定するために用いられ、MIME, c a ス s は、ある MIME 型を別の MIME 型に処理するためのプログラムを定義している。例えば、HTML ファイルを検出するための MIME, TIPS の行は、テキスト、HTML、HTML, HTML、HTM、l プリン t ブル l e s t r となっている。これは、ファイルのサフィックスが HTML もしくは、 htm であるか、ファイルのテキストのはじめの一基部が印刷可能な文字からなっていて、かつ、html か、ドクタイプから始まっているなら、ファイルは、マイム型テキスト、html であるものとみなされることを意味している。一方、マイムカンブスファイルは、以下のような行からなっている。テキスト、プレーンアプリケーション、ポストスクリプト50テクストタップス。 一番目のカラムと二番目のカラムは共にマイム型であり、それぞれ変換前のマイム型と変換後のマイム型とを表している。三番目のカラムはファイルを変換するために支払うべきコストを表し、フィルタシステムがファイルを変換するときに別々のフィルタの組み合わせの中からどれを選ぶかを決定するための評価基準とされる。最後のカラムはデータを変換するためのフィルタプログラムを表す。 よってテキスト、プレーン型のファイルはフィルタテクストタップスによってコスト50でアプリケーション、ポストスクリプト型に変換できることになる。フィルタシステムはプリンター Q または印刷フィルタの名前、印刷ジョブのジョブ番号、ユーザー名、ジョブ名、印刷部数、その他印刷のオプション、ファイル名の引数とともに入力データを受け取る。その後、上述のように マイムデータベースを用いて入力データの型と使用されるフィルタを決定する。例えば、画像データが検出されればそれ用の特定のフィルタで処理され、HTML のデータならまた別の特定のフィルタで処理される。これらのデータは、その後、ポストスクリプトデータに変換されるか、直接ラスタデータに変換しうる。ポストスクリプトデータへ変換された場合には、 プレフィルタと呼ばれるさらなるフィルタが適用され、これは印刷するページ範囲の指定や複数のページを1ページに埋め込む N、アップモードの設定などプリンターに特定のオプションを加えることができるように、ポストスクリプトデータに対して別のポストスクリプト変換プログラムを適用する。プレフィルタによる処理が終わると、ポストスクリプトプリンターを用いている場合にはそのままデータは カップスのバックエンドに送られ、そうでない場合には別のフィルタカゴススクリプットで処理される。これはポストスクリプットをプリンターに依存しない中間形式のカップス、ラスターフォーマットへと変換する。最後にこの中間ラスター形式はプリンター個別の形式へと最終フィルタで処理される。このラスター形式からのフィルタとしてカップスにデフォルトで含まれているものは PCL、 e a s c p または e ース c p 2および daiMo へのフィルタである。ただし CUPS で用いることができるいくつかの代替フィルタもある。CUPS の開発元である easy ソフトウェアプロダクツは独自の CUPS フィルタをリリースしている。DIMP プ,プリントは幅広い範囲のインクジェットプリンターに対する高精度なドライバであり Linux のターボプリントは やはり様々な種類のプリンターに対しての主樹のドライバを有している。バックエンドはデータをプリンターに送る手段である。CUPS で有効なバックエンドには、パラレルポート、シリアルポート、および USB ポートのプリンターとともに、IP、z d a r k と LPD、SMB プロトコルを介して処理されるネットワークバックエンドがある。伝統的な印刷コマンドが CUPS でも用いることができるように CUPS は、 システム V 形式と BSD 形式の両方の印刷コマンドを与えている。CAPS は伝統的な LPD ポートであるポート515を監視し、それをバックエンドとして取り扱う。CAPS をインストールするとシステム V の印刷システムに対応する LP コマンドと BSD の印刷システムに対応する LPR コマンドとが互換プログラムとしてインストールされる。 これらは CUPS への標準的なインターフェースとなり、これらの印刷システムに依存する、現存するアプリケーションとの最大限の互換性を保つ。ありがとうございます。